さつきまりこは、日本の競技マージャン団体、日本プロマージャン協会に所属する、女流プロジャン氏である。東京都中央く月島出身で、血液型は B 型。状況に応じた打ち方、仕掛け方を得意とし、主なタイトル歴としては、第14.19期の女流スズメ王、第26期マージャンマスターズ優勝などがある。小学三年生の頃に初めてマージャンに触れ、大学進学後に、 マージャンのルールを習得し、埼玉県南越谷にある雀荘で技術を磨いた。2012年に日本プロマージャン協会に第11期前期生として入会し、同じく第11期のスズメ王戦で公式戦デビューを果たした。入会から4年目となる2015年の第14期女流スズメ王戦から A リーグに昇格し、リーグ選手以で、 初めて女流スズメ王決定戦に進出した。サツキは、同決定戦で、第一節からのリードを守りきり、最終的には一人浮きでのスコアを記録し、全女流スズメ王、文後葵を退けての優勝を飾った。2016年2月27日には、競技マージャンプロの4団体それぞれにおいて、騎手順位の高い成績を残した女流プロ同士が、対局を行う。 詩人降臨2016女流王座決定戦に出場するが、さつきと同じく協会所属の朝倉ゆかりに決勝で敗北する。また、前年度に各マージャンプロ団体で好成績を残した女流プロが参加する日本プロマージャン連盟主催の第1回女流マージャン日本シリーズでは、現女流スズメ王として出場するが、プレーオフ5位で決勝には進めなかった。さらに、 第3回女流モンドチャレンジマッチにも、現、タイトルホルダーとして参戦しているが、同卓した、二階堂秋に敗れている。同じく女流スズメ王として出場した、麻雀最強戦2016女流プロ、代表決定戦、激突タイトルホルダーでは、予選 B 卓を首位で通過するが、決勝卓では、茅森早子の逆転を許し3位に、終わった。年末に開催された、所属団体の、 第15期女流スズメ王決定戦では、トータルポイントで最下位となり、朝倉ゆかりに女流スズメ王の座を譲る結果となった。続く2017年1月末には、最高位選手祭の起こり王戦において、ベスト16卓で退いた。その翌月には、詩人降臨2017女流王座決定戦に予選から出場するも決勝には残れなかった。しかし、 同年4月末の日本プロマージャン連盟が主催しているプロアマ混合のタイトル戦第26期マージャンマスターズで優勝し第9期の山崎義以来女流では2人目の優勝者となり連盟の G1 タイトルを手にした女流プロとしては清水香織に次ぐ快挙となった一方同じく連盟主催の第15期プロクイーン決定戦ではベスト8止まりに終わっている マージャン最強戦2017では5月6日、開催の女流プレミアトーナメント女たちの死闘にて、出場の機会を得るが、予選 B 卓3位の成績で敗退した。第11期有冠富士杯マージャン女王決定戦の団体戦では、魚谷由美、ユミ、ワクツアキラと組んだ、チームラブリースマイルが準決勝の敗者復活戦を勝ち進むが、決勝戦は4位に終わる。 年末から開催された各団体の女流プロによるトーナメント戦 RTD ガールズファイト2にも出場を果たしているが予選再開となり次年度大会への出場権を失った次団体では第16期女流鈴メ王戦 A リーグで3位に食い込み決定戦までたどり着くも朝倉ゆかりの連覇を許し機主順位4位で終了した2017年末には 協会の公式ファイクラブクラブンプムが主催するファン投票が行われ、サツキはベスト16内に選ばれた。2018年1月末には、その16名による対局企画クラブンプム選抜総選挙2017が行われているが、決勝には勝ち進めていない。同年2月末に行われた。 詩人降臨2018女流王座決定戦では予選択4位で迎えたオーラスでトップ条件を作るも惜しくも予選落ちとなった。また2018年のマージャン最強戦で出場した女流プロ代表決定戦女流王者の局の対局では予選択での敗退となった。4月には2017年度のタイトルホルダーによる大会。 詩人降臨2018王者決定戦が行われ、さつきは第26期マージャンマスターズ優勝者として出場した。予選、準決勝ともに上位2位以内で勝ち上がるが、決勝では追いかける村上氏の闇点に振り込み、村上の逆転優勝を許した。同月には第3回女流モンド新人戦の準決勝で4位、最高位選手祭のタイトル戦。 第19期女流名人戦では、決勝卓で4位に終わっている。さらに、第26期マスターズ優勝者として出場権を得た、連盟の女流プロマージャン日本シリーズ2018では、プレイオフ7位で敗退し、第5回女流モンドチャレンジマッチでは、同卓したヒューガ愛アイコにトップを取られ女流モンド杯の出場権を、手にすることは叶なわなかった。同年には、 マージャンプロの4団体を隔てた女流リーグ戦、マージャン、ウォッチプリンセスリーグに出場し、予選ブロックでは8人中3位で、プレイオフセカンドに進出、半層2回の戦いを2位で締め、準決勝に進出した。しかし、同じく半層2回の準決勝英卓では4位となり、決勝進出を逃している。 2019年には、協会の女流プロによる NPM 選抜総選挙2018の結果が発表され、さつきは490票を獲得し12位となった。その人気投票上位16名で行われた対局では優勝を果たしている。麻雀最強戦2019、女流プレミアトーナメント競技の突っ張りでは、予選 A 卓首位を取り、最強戦では、 自身初めての決勝卓に勝ち進んだ。しかし、決勝では、連盟所属の高橋祐希に敗れ4位に終わった。同じ年には、マージャン最強戦2019内で、サバイバルマッチが開催され、出場したさつきは、B 卓で上位2位に入ることができず、マージャン最強戦2020の出場権を失った。また、前年度準決勝卓4位に終わった。 プリンセスリーグは2019年には最高位戦、協会、部の3団体の女流プロによって行われた。サツキは予選 B ブロック8人中5位の成績となり、プレイオフ進出には至らなかった。連盟主催の第17期プロクイーン決定戦では、ベスト16卓での敗退となった。2020年には、協会内で新たにチーム戦、ファズカップが開催され、 サツキはリーダーを務める渋川南波のドラフト一巡目、指名を受け、校を含めた計3名のチームとして、同大会に参加するが、チームは予選敗退で終わった。また、この年から、プリンセスリーグは、プリンセスオブザイヤーに名称を変えて実施され、サツキは一時、二次予選を突破するも、上位2名勝ち上がりの準決勝を英卓で敗退した。所属団体の、 第19期女流鈴鹿王戦では決定戦に進出し、その最終半送のオーラスでは4アンコウを、積もり道決定戦に連覇中の相川恵夢に、大使役満つも情景をクリアする形で、女流鈴鹿王の座を再び手にしている。サツきの麻雀は泣き仕掛けを多用するスタイルでありながら、場面の状況に応じた打ち筋を持っているとするものや、 推しの強い攻撃的な麻雀を好むと評する者も,もいる。多様な引き出しを持つことからジャン氏としてのキャッチフレーズは乙姫の玉出箱となっていたが2019年の麻雀最強戦やプリンセスリーグでは泣きテロリストが用いられている。また、サツキは趣味として睡眠を上げている。ありがとうございます。